おかしなもので、出会った時から波長が合うというか、なんというか、奴とは近いものを感じていた。近いものを感じるのは訳があった。俺にもマダラにも共通する夢があったからだ。それは弟が、家族が、仲間が誰も死なない時代、皆が争わず安心して生きていける里を作ること。そんな先の夢を語り合い、忍びの技を競い合ううちに、互いの絆は深まっていった。マダラ、俺すっごい術考えてきたぞ。大術奥義、超下等現実斬り大手裏剣二段落としの術。いや、イメージできねえよ。そもそも名前が長えし。そこを詳しく説明すると。うるさい。今日は直角崖登りを競う。お先。森が一望できるな。目の良さならお前に負けねえ自信がある。何せ俺は、いや、そうでもねえな。やっぱだったら兄弟は死んでねえ。見守ることもできなかったくせに。変わらま、いたま。悪い、なんかお前のことも思い出させちまったみてえな。なあ、もう兄弟はいねえのか。いや、一人だけ弟が残ってる。その弟だけは何があろうと俺が守る。俺も一人残ってる。俺も絶対に弟を守るつもりぞ。決めた。ここに俺たちの集落を作ろう。その集落は子供が殺し合わなくていいようにする。子供がちゃんと強く大きくなるための訓練する学校を作る。個人の能力や力に合わせて任務を選べる。でもって依頼レベルをちゃんと振り分けられる上役を作る。子供を激しい戦地へ送ったりしなくていい集落だ。夢のようだった。俺たちは里づくりを始め、そこには多くの忍びたちが集まった。そう、俺たちの夢が、この葉隠れの里として、現実のものになっていったのだ。